テレタマがこれまで撮影したアーカイブ映像から県内市町村のさまざまな風景を紹介する埼玉紀行です。久喜市勝負総合支所の周りに咲くラベンダーです。町おこしの一環として栽培が始められました。6月下旬に見ごろを迎え、訪れた人の目を楽しませています。夏の初め、水量が増えた利根川ではハクレンが豪快なジャンプを見せます。中国大陸が原産のコイ科の淡水魚で、明治以降日本に持ち込まれ、およそ100キロ下流の霞ヶ浦や北浦から産卵のため利根川に入って遡上してきます。江戸時代の水防施設で市の文化財に指定されている吉田家三塚です。三塚は川の流域など水害の多かった関東地方の低地でよく見られます。市内に残る唯一の商家の三塚と見られていて、石を積んだ高さおよそ2メートルの塚の上に蔵が2棟あるのが特徴です。天皇様の名で親しまれている提灯祭りです。1783年、天明3年に相次ぐ天災による生活苦や社会不安を取り除こうと、出汁を引き回して豊作を祈願したことが始まりとされています。提灯を飾り付けた出汁が賑やかな笛や鐘、太鼓の音に合わせて市内を引き回されます。鷲宮地区の中央を流れる葛西用水路沿いは、およそ10キロにわたりコスモスふれあいロードとして整備されています。春にはポピーが、秋にはコスモスが見ごろを迎えます。